10時です。あっぱれやってます。ゆうかまぶちです。有野です。アンガールズ山根です。アンガールズ田中です。メルクマンシエル哲也です。ツルツルテカテカの内田理央です。今日はなんか顔がパンパンの NMB48 で本田沙耶香です。お二人とも顔の事情ですか。女子だな。顔がパンパンって内田に喧嘩売ってんのかな。いやいやいや、久々に全員揃いましたよ。お久しぶりです。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 ようやく賑やかだね。ようやく明けましておめでとうございます。いやいや、本当前でした。練習休んでるんですか。てっちゃんさん練習で集中しすぎですよね。そうですよ、ラルクのねライブがありますから。もう忙しいで、今どうなんですか。ちゅうかもう4月ですけど、間もなくじゃないですか、ライブ自体は。ね、もう指いい感じに。さっき僕ちょっと触らせてもらったんですけど、指カチカチ、皮全然違う。ダリオさん、いいですか。もうさ、ほら、どう？跡ついてるでしょ、跡。すっごい硬い。小指とかさ、狙いに来てる。あ、めっちゃ硬い。跡ついてる。いや、これ、ギンギン違う。カッチカチ。カッチカチ。いつもと違う？いつもと違う？違う、全然違う。あの、前回は。初めて？でも、私、どの辺が硬いの？初めて触りました、こんな指が硬い人。どの辺が硬い？なんて、先っちょ？じゃあ、ほんと、ほんとですよ。そんなこと言ってますよ。先っちょ硬いもんな。前回は、なんか、プニプニだけど、ちょっと硬いみたいな感じだった。今回は？今日は、もう、なんて、先っちょが、なんて言うんですか。何？カッチカチなんて言うんですか。魚の目みたいな感じ。そう、魚の目みたいな。魚の目だとえんがない。魚の目言ったら一気に違うものになるから。皮がすごい、あ、分厚くなって。それ言ったら恥ずかしい。皮が分厚くなってる。はい、ちょっと同じですよね。そういう感じでしょ。はい。色も違うでしょ。色も違う。色もほら、見てても、あ、こっから硬くなってんだなって見てても分かる。分かります。こっから硬くなってんだな。分かる。なんて言うんだ、服の上からも。なんて言うんです、線が服の上からも。服の上はおかしい。出てるんですよ。そうですね、出てますから。もう全部出てる。何が服の上からもう出てる。ちゃんと線が出てます。線こう先っちょのところに。裏の、え、裏。どっちを裏って言えばいいですか。こっちが裏ですかね。まあ裏ですよね、こっちが裏ですよ。今向けてるのが裏。じゃあ裏にこう横に線が入る。横にベースの線が入ってる。横に、そう、弦の跡がすごい入っていますね。どうする、さえね、触らしてもらう。すごいな。同じミュージシャンとしてさ、見て見て、このぐらい仕上げないと。触れよ。触ってよ。じゃあ、さえね、お前わかるでしょ、やってるから。あー、すごい、確かに。小指結構。小指触ってみ。あ、小指が一番硬い、確かに。うまくいかなかった。うまくいかなかったなじゃないんだよ。そんなにテンションが上がり上がれへんから。おじさんが全員うまくいかなかった。言ってもらえるのかな。ガードが硬いな。逆にやらしいよ。まあ普通のベーシストの指を触って。さやでもそれぐらいまで硬くなるの、そのツアーがずっと続いてたりすると。ちょっとなんか違いますかね。違うよね、り方が。ギターとは。ええ、そうなんや。ギターの指の硬くなり方。ギターは豆に近い感じというなりますね。だからベースの人はもうこの指全体というかね、先そうですよね、全体硬くなるんや。すごい、頑張りましたね。もうやけど状態。ああ、もうバーするからですか。すごい、スライドすごくするんで僕。痛そうだね。もうやけど。痛いんすかそれ。ちょっと痛い。あ、指痛いんすか。慣れるまで痛い。熱持ってると思う。ちょっと熱くなる。触ってみ、ダリオ。あー、ちょっと熱い気が…え、わかんないな。ノリで言おうとしたけど。わかんない、今引いてないもんね。熱いですかね。今引いてないやったら熱いやん。ダリオンだから熱くはないと思う。引き立てやん。言わされようとしてんだよ。引き立ては引きなさいよ。熱いって言ってほしかった。あんまり熱くない。正直やわね。おかしいね。正直だね。今やってるんですよね。それで、そうです。今もこう中断してきましたからね。いやー、申し訳ない、なんか。
すごいな。あ、戻ってまたリハーサルですか。個人練習ですね、もう。あ、そうなんや。え、じゃあラルカン試合の皆さんまで練習してたんですか、ちょうどこれ、こう今日始まる前に。昼間、夕方までやってましたよ。おで、一回家帰って、個人練習ワンステージこなして今しました。あ、ワンステージ分の練習して。ワンステージ分の投資で1日 3ステージぐらいやってますね。へー、毎日。そんなやるんだ。ちょっと不安やなっていうところってあるんですか。それはありますよ。あるもんなんですか、うん、何が不安なの。この曲難しい指の、あのね、うん、油断してるとね、はい、あ、あーって間違えるんですよ。なんか僕らなんか見てたらすごい余裕で弾いてるようにね、うん、感じますけど。で、そうだね、リハーサルで間違えるってことは本番で動いたりしたらもっと間違えるから。あ、そうか。だからもうなんかもうぼーっとしてても間違えないぐらい体に染み込むぐらいやらないと、やんないと。手が覚えるぐらいまで。そう、ぼーっとしてたらダメぐらいもう音楽が流れて指が勝手に動くぐらいに、ていうか、なんでもっと早くやらないですか。そんな追い込まれて。あのね、直前、僕ら言いましたよ、直前にならないとね、やる気が出ない。僕ら2月ぐらいにそろそろって言いましたよ。流れが決まらんとね、曲順とかがね。そうで、やるかやらんかわからんって曲を、うん、やったらなんかもったいない、もったいない気がしてきて。そんなもんなかな。そんなもんなんすね。やらんのかい。やらんのかい。練習してもうたやん。そういうのは誰かに言うんですか。やらんのかい。いや、一人心の中で。じゃあ今結構レアな一言聞けたよ。やらんのかい。メンバーの前で言ったらカチンってくるかもしれないですもんね。面白いですね。そういうのもあるんですね。メンバーは結構みんなうまい具合にもうできるんですか、すぐ。あ、メンバーも練習してるんですか。結構終わってからもう残って、はい、個人練習やってますね。あからさまに哲也さんより焦ってる人とかいるんですか。いや、俺が一番焦ってる。あかんやん。多分他のメンバーは普段ちゃんとやってるんですよ。ちゃんと触ってる。まあ、歌う人は歌、うん、まあ、ソロでも歌ってるやろうし、まあ、ギターの人はギター大好きやから、もう普段から家でも弾いてるし、ドラムの人も多分他にもソロでもドラム叩いてたりするんで、ベース弾いてないの僕だけなんですよ。ベース好きじゃないのかな。サポートメンバーとかどうですか。メンバー多いんですよ、やっぱり。サポーター、キーボードの人だけなんですけど、うん、もうしっかりやってるんですか。もう全然上手な人なんで。サポートやからね。サポートメンバーがドキドキしてるんだもんな。全然か、僕だけですね、だから普段本職から離れてるの。そうか、本職から離れてるんだね。ダメですよ、前日に急に熱出すとか。いや、でもね、うん、風邪ひきましたよ、一回。うわ、この練習中に、前ですか。1週間ちょっと、10日ぐらい前に。じゃあリハーサルに参加できないみたいなことですか。だからベースは弾けるけど、ちょっと喉痛いし、コーラスはお休みしてましたね、1週間ぐらい。それは言うんですか、ちょっと風邪ひいたからコーラス休みますって。いや、何も言わずにマスクしてる。こうメンバーからこうチラッとマスクしてチラッと見られないですか。コーラスやらないみたいな。ちょっとコーラスだよってチラッて見張らないですか。いや、それ大丈夫です。大丈夫です。いや、見てたとしても俺が見ないんで。目合えへんやん。目合わないです。面白いですね。うん、こうなかなかね、こういう話って、うん、聞けない、もう間に合わないなっていうようなこととかなった時に、芸人のライブだったらもう間に合いそうないってなったら、はい、もう世界終わらないかなって思う時結構あるんですけど。分かる、あります。でもね、俺過去には、ああ雨降ってるし今日のライブ中止ならないと思ったことはある。ありますよね。ほんまなんか、3本ぐらいが不安なネタが増えてきて、もう絶対これ滑る可能性あるわと思ってて、俺なんか
な不謹慎やけど、うん、俺がなんか事故起こして足とか折って、うん、妻あれの足折ったから中止にするわとかって言われへんかなとか骨折やか中止にならへんじゃん。あとなもう全然なんか世の中が日にち間違えてもう一日空いてないかなとか世の中ぐらいまで追い込まれるよね。全部が狂っててくれとかって思いますよね。そういう一日って大きいですもんね。一日あればとか。でも実際、うん、なんかまあ、あのライブ当日一回あるのがなんかぎっくり腰になって、え、うん、こわ、けえへんとかだった俺ほんまに。当日ですか？当日。朝起きたらガキーってなって、怖いなーって倒れた、ね。俺入ってても俺の入ってけんか。珍しい、ね。大体あるのが先入ってんの、俺のが遅刻すんねんけど、俺入ってもあるの来たのかって、あれ珍しいなと思ったら、前田が飛んできて、あるさんがぎっくり腰で今動けないんで、注射打ってますとか。その時どう思った？どうしたの？ちょっとラッキーだ。よっしゃーじゃない。よっしゃー。中止かもしれへん。でも、その後、やばい、一人で何しよう。あー、ですよね。お金返すのか、いや返したってやっぱ来てはる人に対してはなんか喋らなあかんのかなとか、何喋ろうかなとか、めちゃめちゃ怖いっすね。でやっぱ焦ってきて、あるの早く来いよ、中間治ってくれよって逆にね、もうその後いろいろ見返って、そう簡単に治らないでしょ、ぎっくり腰は。それどうしたんですか、うん、結局針行って、その劇場の近所の針を探してもらって、そこに行ってもうフラフ一人ですよ、フラフで何回も針刺してブロック注射にしますかって、痛み止めみたいな、痛み止めにはなるけど明日とかきつくなるかもって、でも次の日もライブあるから、うん、それは無理だってなって、うん、針でなんとかって言って、ずっと針をちょっとあの普通の針じゃなくて太めにしますねって言って、めっちゃ痛いね、でも効くからって言ってやってもらって、やってもらったらずっとなんか知らんけど半立ちになってくるんですよ。他のところに違うとこ刺さってる。そこじゃない、そこじゃない。で何回も立たされて、ちょっと歩いてくださいって、あちょっと右引きずってるからもうちょっと刺しますって、半立ちが恥ずかしくて、だから隠すように歩いてるからちょっとおかしなんだよ、ここ引きずってるように見えたのかな。それで針でなんとか立てるようになってやったってことですか？動けるぐらいまで行ってやったよ。怖いな、焦った焦った、怖いっすね、うん、いや半立ちになってさーって言われる人が全然できへん遅れてってるから5時間ぐらい遅刻してたのかな。でもそれしょうがないですもんね、いきなりなることだからね。え、いや分かんないからね、うん、アンガールズもライブなんですって、4月に。ああ、もうすぐやね、20、21にやるんだ。やばい、もうあと2週間しか焦ってないんですか、どっち。いや、焦ってます。どっちがてっちゃんタイプなの？いや、てっちゃんみたいな人はいないですとりあえずみんな、アンガールズ歌練習するの？練習好きなの？もう練習してますよ、好きそうやな、練習して。練習好きだし、いや、それこそ俺もう何も考えないでも出るぐらいにしてやらないと嫌だし、すげえ。ライブ中にふと我に返ったら、うん、だから我に返らないようにしてます。ネタ中ももうそいつの感じでグーっていって、ふっと客観的に自分見たらその間になんか山根がなんか言って、あ、なんか山根今言ったっていう感じになって声優が出ないっていうパターンが多いから、ああもうずっと口が覚えるぐらいまで、はい、もうスー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 って出るまで。だいたいでもね、山根がね、前回の単独ライブも山根が大事なとこ1個飛ばして、そうなんや、それが焦るんですよ、うん、その山根のセリフが後半に大事な風に響いてくるセリフを飛ばしてるから、うん、俺がもうなんてそれ山根が言ってないと俺がそんなこと言うのおかしいとこが近づいてくるんですよ。でもコントは進めながらそれをどう対策するかを思い出せ山根練りながらやってるんですよ。でももう思い出せないから田中からこれなんとかなんですよねって知らないのになんか知ってるように引き出してくれて、ああそれ忘れてたと思うと、うん、もうこっちもどんどんテンパってくるんですよね。わかる。それだからもうだからお前はもうもっと練習しろよ。お前多分練習少ないんだよ。なんか今日ネタ番組やりますっていう日があるじゃん、ネタ番組の収録、うん、じゃあちょっと本番前に合わせようかっていう
時に俺はもう全部体に入れてきてるんですよ。へぇ、うん、山根は俺が送った台本、うん、携帯のに送ってるの山根の、うんうん、携帯を見ながらやるんですよ。いやいやもうこの時点でそんなの見てたら本番飛ばすぜっていう俺の感覚、うんじゃないのわかるわかるわかる。俺お前はもう覚えてくのってできるの、覚えてくの、覚えてくるんです。だってそれ初めてやったネタじゃないんですよ、うん、もう単独ライブとかですでにやってるし、うん、もうやってるネタなんだから自分でどういう感じで言えばいいか分かってるわけじゃないですか、うんうん、セリフさえ入れてくればいいんです、うん、それができてない。でも入ってなくてもいいんですけど、あの楽屋の時点ではもうとりあえず携帯見ずにやってほしい。携帯見てんの大丈夫っていう俺の不安がまた一個入ってくる。ギリギリまでひじちゃいな、ギリギリまで確認しときたいのよ。いやいやいや、見せたくないから。確認なんて本番を確認できないんだから、うん、本番に近い状態でタイプがあんまりな、例え楽前室でとネタ飛んでもいいわけじゃない。うん、うんうんじゃなくて、だからそこは携帯置いてやってみて、タイプがちゃうからよ、うん、俺ら一緒やもんタイプが。違う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 、それタイプにするって逃げるだろ。タイプにして逃げるのやめて。そんな人いないから。俺練習大嫌いだもん。人間って記憶って本当に3回ぐらい、うん、あの 前日にね、うん、すごい通しとくと次の日にすごい出るんですって。あーもう一回。だから俺は必ずネタ番組収録の 前日にすごい見るんですよ、うん、台本を、うん、で頭でこう空で返して、あいけるなって言って、うん、ただ次の日行ったらすごい出る、うん、これは編み出したから、うん、それやっとくべきだと。ああで山根は直前まで、そう前日なんかおそらく見てないですよ。それ多分それさ、空で返した時に相方のそのセリフも台本通りのセリフが来るって想像してるからじゃないの。はい、だからだよ、うん、俺だってあるの絶対台本通りに言えへんから、うん、無駄やねんイメージしても。何なんすかそのやめちまえよ。だから無駄やねん、ほんまに無駄やねん。頭の中で、ま、コンビを別れなさい。それはそんな子一緒やりたくないよ。あれあんま言いたくないな。セリフこれちょっとちゃうけどちゃうでとかって言っても、あーって言ってまた絶対ちゃうようにもう覚えてるから。それもあるんだよな。ちゃうように言うからもうそれでやるしかないんだ。ここはこう変えたからって急に当日言われて、うん、ああそうなんだって思うから、うん、なんかね入ってこないのよ。いやまずワンポイント変えるぐらい許してよ当日に。だから他をしっかり入れとけば、難しいな、ワンポイント変える。当日に台本見るぐらい。別にワンポイント変えてないもん、飛ばしてんだお前。毎日飛ばしてるみたいに言わないでくれる。できててお前が飛ぶこともあるじゃん。いやもちろんあるよ、もちろんあるけど山根の方が多いって言うてるいうことてっちゃんこういう風に褒めたら怒られるんですよ。コーラスをさ、コーラスをさ、うんじゃなくてさって言われるんですよ。ほんまやったら、いやいや俺もハイドさんのそんな想像できへん。お前さ山根はさ、なんで俺が喋り方でもこういう言い方で別に言われる分にはいいっしょ実際。いやそう言える関係はいいなって。ああそうです、だから言える方がいい。俺は言えないもん。じゃあ、ああ、かけてるやんか、そんな言ったら。言ったらさ、言った後って絶対自分ミスるやん。だからもう言いたくないの、俺も。いや、それを恐れてたらダメでしょ。絶対あれ。俺は飛ぶかもしれないけど言うんすよ。もちろん俺も注意した後、絶対同じミス俺すんだよ。もうこれは佐賀やと思って。それはそうなんですけど、とりあえず、努力はしてるっていうことにすれば、俺は、前室で携帯とか見てなかったら飛んでも、うん、俺何とも思わないです。あ、それはもう人間だし、うん、飛ぶことはあるだろうっていうことなんですけど、うん、その直前こう見てたらそりゃ飛ぶよっていう行動だから言ってる。うん、そうそう、それだけのこと、うん、俺直前まで見ときたいのよ。ずっと確認しときたいの。わかるわかる、俺もそうやね、うん、いやギリギリまで、うんうん、ご体調上がっても確認しときたいもん。いや帰る携帯持ちながら、ね、俺怖いところって、はい、あのそのセリフを台本切って、うん、あのポケットに入れてるで。見ることないけど、あその心のカンニングペーパーみたいなね、お守りね。お守りでもそんなもう何の効果もない。本番出せるわけないでしょ。でもほんまにやばい時に出せるやん。なんで出すね受験生も。ちっちゃい紙を。ほんまのほんまでやばかった。ライブ終わってからポケットの中からくっちゃく
くちゃの神です握ってんねんそうおかしいな、ね、だってこの間も山根とネタ番組収録で、うん、あのこうセリフを言ったの山根がバーッと言って、はい、ちょっと長めのセリフ、うん、で俺が次のセリフバーッと言ったら、うん、山根がまた同じセリフをこっそり同じこと言い始めて、面白い。ちょっと待って、場所が違ったなと思ってさ、場所とか言ってんだ。あのまず椅子のところで喋ってまずそれを言ったけど、うん、俺今のセリフ前に出て言わないといけないやつだったなと思って、うん、ここで一回言ったけどちょっともう一回前で言っとけば、うん、まあ、OK だろうっていう。テレビだから返事できるかって。俺は同じセリフ言ってんじゃんと思って。焦る。慌てて次のセリフが出るように、なんかコメントを考えて、で、パーッと山根に渡したら山根パーッと我に返ったような顔して。やっぱこっちだったって思った。違う違う。我に返った顔をする。Aプランだったって。なんかお客さんの反応も、まあ、2回言ったっていうのはおかしいなと思ってるから、おかしいよな。なんか反応が薄くて、あれギリギリね、気づかれてないと思う。思ってるボケじゃないやつがいたギリギリ気づかれないようにやったけど気づいてると思うけどな、うん、何人か気づいてるからですけど、うん、大もうひょっとしたらちょっと もうライブ近いですからね。そうなんですよ、だから単独は、ね、20日でしょ。その流れさえ入れとこうと思います。いや全部入れろよ。あの言葉の一つ一つは、うん、なんか自分の中から出る言葉じゃないやつってあの思い出しながらこう出さないといけないですけど、その意思の流れだけはそっちに持ってきとけば間違ったことは言わないから。難しいな。わかる。わかる。そのキャラが言いそうなことやろ。そのキャラが言いそうなことから外れなければお客さんは初見だし。あんねんあんねん、絶対にミスはないんですよ。ミスはあるけど、40代でしょ、はい、で、あの袖には後輩が手伝いに入ってるでしょ。後輩入ってるね、うんうん、あんまり台本全員持ってるやん、それ後輩って、袖におる後輩って進行ね、うん、進行やってるから、はい、次に何の道具出さなあかんとかやるから、はいはい、うん、その台本通りに言ってるかどうかずっと見てんねんて。あ、そうなんすか。そうそうそう、わかります。だから手伝いの時そうでしたね、うん、台本全員に配んなやって思うねんけどバレるから。いやでももうすぐ終わるとか言うからな、まあね、うん、きっかけとかあるから。確かに。いやちょっとお三人さんちょっとライブ近いんで頑張ります。はい、頑張ります。さあじゃあ曲いきますか。うん、はい、テンサーさんお願いします。はい、ではラルク・アンシエルで Don't Be Afraid。 お この番組は遊び、癒し、宿泊の総合リゾート長島温泉、長島リゾートの提供でお送りします。ラルクアンシエル哲也です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。さあメールいただいております。はい、大阪府東大阪市はラジオネーム宇宙くん。宇宙くん、俺のリスナー来たよ。宇宙くん田中ファンの勝てよったリスナー。あっぱれゲッツの皆さん、お笑い界の財産アンガールズのお二人こんばんは。恥ずかしい。さすがだね、ありがとう。負の財産。先週のあっぱれで他の曜日ではメンバーの入れ替えの報告が数々されていました、うん、そこで僕が恐怖しているのがアンガールズさんのことです。おあっぱれ月曜日では以前にも突然のメンバー卒業のお知らせがありました。あっぱれ月曜は今すごくいいバランスだと思います。月曜日はメンバーの入れ替えの件はどうなっているんでしょうかということです。メンバー入れ替えはもう発表されたんですか。いやもう発表されてるみたいですよ。あ、他の曜日で、じゃあまあ変わりますとかいろいろあるんじゃないですかね。さあ月曜日、宇宙くんから見たらもう月曜は完璧の状態なんです。完璧の状態なんやな。変えないでいいんだ。よく変えなきゃいいんじゃない。いやでも実はですね、ほうほう、メンバーチェンジあるみたいですよ。ちょっとどういうこと、どうなるかわかんないですけど、うん、僕もちょっと聞いてないんで、あれ他の曜日も重大発表があるよと。あ、じゃあまだこう変わりますとか、こんな風になりますとかは言ってないみたい。土曜日で言ったら TKO が卒業になったよ。卒業、どっか変わんないの、ね、うん、終わった。
TKO さん卒業するんですか。卒業っていうか、うん、交番言うたんない。大阪のスターでしょ。大阪のスターが外されることってあるんですか。9年やってて卒業でええやろ。そうでしょ。どっか A 店とかさ、エビ中東京とかやってるぐらいじゃない。あ、それはあるんや。あるらしい。何もやらかしてないのに、そんなことやらかしてない。木下交番かな。そんなのもあったりするよ。そんなの分かんないよね、何がどうなるかね。分かんない分かんない。でも来週は、はい、あのちょっとメンバー違うメンバーで、あー月曜日がどうなっているのか、いや分からない。やっとファンがついてきたのはね、俺宇宙くんとこの間、うん、裏筋リコーダーくんが、うん、あの言われた初耳。裏筋リコーダー、いや俺らのライブ見に来て、いや何それは裏筋リコーダーって、裏筋リコーダーって言うんですけど、あっぱれ聞いてるんですって。だから呼んだことないんじゃない。裏筋リコーダー来てだいたい宇宙くんも俺らが言うまで読まれたもんな。あんまり思ってなかったけど、うん、裏筋リコーダーいるんですよ。裏筋リコーダー、そうなんや。それは初めて聞いた。当たり前に言わないで。聞いたことないんだ。なんか言うてたんかな。好きですって言って。そうそう、俺らのライブ見に。ちょっとまあこれはでもこのメンバーで、はい、あのやるのはもう今日で最後です。これで。あら、そうなんですか。メンバーだがどうなるのかわからないんですけども、まあ、入れ替わりがなんかあるんだ。あらららら。来週でございます。ちっちゃい声で誰か寂しい。なんかね、最後とか言われるとちょっと寂しくなりますね。言われたら寂しくなるからね。そうか。何がどうなるのかは来週楽しみということで。はい。その、それでニヤーとだけ笑うんやってくれよ。ニヤーとだけ笑うんやって。なんかしてんのか。何もわかんないです。知ってんのと教えてくれよ。続きましてラジオネームチョコタン、からいただきました。アプリゲストの皆さん、こんばんは。こんばんは。この前ダーリオさんが理想のデートをして、はい、最後にダイゴさんとキスをする番組を拝見したんですが、はい、その時の感想を教えてほしいです。え、また千鳥千鳥の、え、あ、違います。ウィッシュのです。ウィッシュのダイゴさん、ウィッシュのダイゴさんです。ウィッシュのダイゴさんだって結婚してんのに、キスしたの。なんか番組で、うん、ダイゴさんの番組でラストキスっていう、うん、なんか最後にキスをする、うん、あるね、芸能人が本当にプライベートでデートして最後にキスをするみたいな、うん、あの、その番組ずっとあるんですけど、それと新しちゃってくれよ。それの新企画で、なんか理想のデートを大吾さんに叶えていただくっていう新企画があって、うん、ダーリオの理想、はい、キスしたの。1日デートしたんですよ。なんか、うん、それなんかキスしたかのような感じです。してないの、ほとんど。いや、ちょっと秘密です。秘密秘密です。してないで。ライトで見えない感じ。ライトでちょっとピカーって光って見えない感じ。あ、なんかそう、なんかちょうどこう、うん、どっちだみたいな感じです。あ、こうかぶさって、はい、いや、するわけないじゃん。結婚してさ、したてぐらいなのに、ね、はい、そうなんですよ。あ、そう。じゃあもうでも顔は、はい、最低でも5センチ以内ぐらいには来た。あ、顔は近かったですね。どうだった。どうだった。ドキドキした。かっこいい。その質問が、プライベートでやなんかデートみたいな感じやっても、もう結局お芝居みたいなこと。あ、でも、あの原宿で、土日の原宿で3連休だったかな、うん、待ち合わせして、うん、2人で原宿 の、 あのメインストリートみたいなところを歩かなきゃいけなくって、竹下通り、うん、なんか竹下通りの隣の表参道へのラフォーレの道あるじゃないですか、うん、あそこを歩くんですけど、カメラがめっちゃ遠いんですよ、うん、だから本当にデートみたいな感じで歩かなきゃいけなくて、雰囲気的には、うん、ロケっぽくなんないんだ。じゃあロケっぽくなんないです。カンペとかもないし、もう全部会話もご本人にお任せしますみたいな感じ であるよね、よくね。でもう引きで撮ってるので、うん、なんかそれは緊張しました、うん、これこれだけ見た人本当にデートだと思うかなと思って。そうね、もうそうやろうな。え、そういう番組は経験を皆さんはさやねとかはないの。ないです、ないです。そっか。僕は秋竹城さんとあの工場地帯を船で見て回って手つなぐっていうのありましたけど、まあまあ、まあまあ好きになるもんね。俺結構昔からよくやるけど、なんか寂しくなんねんな。
あの やっぱり感情がちょっと入ってくね、なんか。そうですね。わあ、もしかして俺のこと好きになってるか、いや俺はちょっと好きになってきたかもな。どうなんやろうと思ってる時に、その休憩時間でもうクソマネージャーとパッて離れんのよ。その時にふっと現実戻んねん、ちゃうこれは仕事やと。あ、悲しい。いや悲しいねあれ。感情入ってくねやっぱり。でも合間合間で、雨降ってたりとかしたんですけど、その中でもなんかスタッフさんのことすげえ気遣ってて、秋竹城さんが、ですごい仲良くなって、まあお別れして、それ以降も他の現場で会うと、僕のところにお菓子とか持ってきてくれるんですよ。好きになってはるやん。そう、めっちゃ可愛い人なんですよ、ね、秋竹城さん。ええな、 お菓子持ってくるのが可愛いね。他の番組とかで TBS とかで会ったりとかすると、ええな、すごい声かけてくれて。しかもそのロケの、最初の方は俺もいるんですよ、3人でロケしてで、俺途中抜けして山根と2人だけになったんですけど、俺の時のとこには全然お菓子も好きになってない。そう、嫌なってないから、とにかく山根がもう山根くんが素敵やと思ったんや。いや、すごい、もう、あと、ここに来てますよ。山本さやかちゃんは NMB48 の5周年ライブの時にさゆり劇場、ゆり劇場というのをしていて、メンバーの子とキスをした経験があります。その時の感想も知りたいです、教えてください。誰とキスしたの？女子と？女子同士です。なんかそのメンバーの木下桃花ちゃんっていう子が全部脚本を書いて、でその中のシーンでキスシーンがあったので、その子とキスしました。女の子同士で、はい、どうなんですか？一瞬だったんで、あんまりそのなんかそうする前はすごい緊張しました。私あんま女の子同士とかでもできないタイプなんで、ノリで、だから女の子同士だったらな、結構メンバーでは多いんですけど、そういうのも無理なタイプだったんですけど、なんかもうちょっとそれはライブだったんで、もう全方位から見られてるから、これもちゃんと本番ちゃんとしてなって言われて、ほっぺただけ重ね合わせじゃ無理と、はい、口と口で、なんでしました、緊張しました。ならないです。ならない、なれへんやろ。それからおやつを持っていくようになった。持ってってないですね。秋竹城さんタイプなかった。そんなもんなのか、女子同士ね。それ以降その子の唇見て、あーキスしたなーとかって思わない？思わない。思わないんだ。すごいラライだね。ちょっとは見るでしょ、唇で。秋竹城さんの唇とか。キスしてないけど。秋竹城さん、なんで山根と秋竹城さんキスで終わらなきゃいけない。良い子でも昔やりましたよ。良い子同士でなんかやおい本みたいなのが流行って、ファンの子がそういう BL 本みたいな、良い子同士がその抱き合ってるみたいな、それを実写化してみようみたいな、そのファンの子を集めて、もう大問題の VTR になったけどな。すんげー、だから今やったら多分もう大炎上やろな。その当時でもすごかったもんな。当時もすごかった。当時もクレームというか、なんで俺猫タイプやねん。いやもうその八百井本って書いてあるその同性愛の、あのまんま、その子が想像したまんまの、あ、実写っていうことで、実写でやるっていう、ロケ終わりの楽屋でみたいな。なんで叩かれるんですかね。あー、そうかそうか、まあ、キャスティングにですか。だからほんまに乳首に注意したりとか、ほんまに抱き合ってベッドで倒れるとか、キスするとか、ほんまそんなんや。本格的な。ほんまに嫌やったもん。マジっすか、やるんすか。マジっすか。やってたよ。ほんまに勘弁してくれ思ってた。そして映像残ってるんですか。いや、どうだろう。どうな、 YouTube であんのかな、わからんけど。探そう。めっちゃ嫌やった、探してるわ。恥ずかしかった。もうそれからも浜口が楽屋で歯磨くために、今日はキスシーンないのにって思う。もうほんまに嫌やった、お互いが。無理やり AV 出さされるとこんな気分ないよ。確かに。はい、さあ、あ、先日行われた常識テストの、結果が出ました。お、なんかやったな。これ何だったんですか。常識って急に常識テストやるから。そうそう。何だったんだ。月曜日発表しますね。月曜日のメンバー、アンガールズと内田理央と、よい子、でやって、さやねえと、てっちゃんは休みやったのかな。はい。ああ、そうですね。でやってないってこと。まず1位。アンガールズ田中、おれ96点、アンガールズ山根、
93点。すごい、90点だよ2人とも。そう、広島大学なの。3位内田理央54点。え、低い、低い、すごい差じゃん。めっちゃ時間かけてたのに。すっごい時間かけてたんですよ。俺半分以上、半分もかかってないかもな。あ、もうすぐできた、すぐできた。うわすげえな。4位よいこ浜口、よっしゃ、40点。もうちょっと時間かけなさいよ。40点ですか。40点や、うん、私何点でしたっけ。54点大して変われへん。ちなみに僕は土曜日に発表したんですが、66点。3位か、ラリオの上でした。あ、俺別点、私すごい、まあ、でも欠点じゃないわ、ってことで1位とビリの合計点数なので、これは136点。いやいや、これ何のテストなんですか。全曜日、うん、全曜日で、あっぱれで対決っていう。あ、そこで月火水木でちょこっとやってますと、ごちゃ混ぜっていう。俺の40点と田中君の96点。オーケー、136点。ありがとうね。浜口さん何やってんの。俺は40なんて。でも40っていい方だと思うけど。俺40取った方やで。だって英語と数学は全然書いてへんから。ちなみに40点っていうのは各曜日の中での別単中では1位です。いい方だよね多分。俺だから、うん、三教科だけでやってると思って。40点すごくない？すごいです。英語と数学全く書いてない。英語と数学やらないんですか。分かれへんから。いや、分かりますよ。ちなみに、それで、1位とビリの合計点数136点ですが、総合1位、うん、あっぱれやってます月曜日。おお、136点。で2位が俺たちこちらまで土曜日のやつですね。135点。うん、3位が、水曜日134点。4位がちょこっとやってます114点、5位が火曜日の110点、6位が、木曜日の94点と。木曜日ダメだな。94点、小島真子、10点。TK を木下32点。アホやな。ココリコエンド35点。アホやな。加計井美和子37点。アホやな。久松郁美26点。アホやね。よい子浜口40点。よっしゃ。すごい。俺はそのもうその英語数学5教科で言ったらそれ抜いて。もう一切やれへんかって。日頃日頃してるから。それできたらじゃあ英語数学まるでダメだけど。めっちゃ高いですね多分。めっちゃ高い。40点っていうと火曜日で言うと篠崎愛と一緒です。そうか、一緒か、うん、川北麻衣子38点よかった。よかった。やべ、英語できてたやろな。英語得意でしょうね、うん。ちなみに、土曜日にやった俺たちごちゃまぜの早川麻里恵っていう女の子が100点。上智大学、大天才がおった。高津さんの書きたれやん。違う。違うわ。そうなんですか。そうなんですか。すげえ。この100点っていうのも怪しいな。なるほど。問題が流されてたんだ。マジみたいになってくるやん、哲也さん。そのトーンで言わんといて。確かに、上智で100点ってね。すごいね。上智って頭いいんだね。上智は、まあ、まあ、3回見直したっつってたよ。すごいな、うん、俺多分秒数的にはめっちゃ一番やと思うわ。できた。いや、めっちゃ早かったですね。めちゃくちゃ早かったよ。ほんと5分ぐらいで。いや、速さは競ってないから。5分ぐらいでしたよね。俺テストはめっちゃ早くやるっていうの。で15分やっていいって言われて、なんで5分でやめるの。主義やに、スピード。すっごい早かったんですよ。なんで内田がそこでテンション上がんの。すっげー早かったんですよ。スピード勝負やに。私1位狙ってたんで。狙ってた。1位狙ってこれ、あのテスト終わらせてすぐ遊びたいタイプやった。54点でよく1位狙ってたねって言うよね。こうすごい、うん、ガリガリガチでやったもんな。はい、さやねも やってみたかったらテストありますから、後でやってみて、ね、ありがとうございます。おー、さやね頭いい。40点いけるかな。いや、全然大したことないです。勉強ダメ。さあ続きまして、大阪市はラジオネームロングのキキさんからいただきました。アップルゲートの皆さん、こんばんは。こんばんは。桜が美しい季節になりました。そうね、私は今25歳ですが、桜を見るとなぜか胸が熱くなる思いが年々増しているような気がします。学生時代10代の頃、桜を見ても綺麗だなぐらいしか思わなかったんですが、ここ近年すごく感傷的になります。皆さんはどうですか。なるほど。うーん、年齢やよね、景色感動するのって。うん、そうね。いや、もうほんまにそうやよ。桜、うん、桜どこ綺麗って言ったら、やっぱ学校見に行くのは一番綺麗ね。あ、学校の桜、なかなか。どうして病院も綺麗で。病院病院病院の桜ってちょっとなんか暗い。病院も綺麗や、ね、ちょっと悲しい。ちょっと悲しい。めっちゃ綺麗、病院も。来年も見れるのかなと思ってるのかなって考えてるなって。結局それになっちゃうから。確かに
ね、確かにその景色とか、うん、そういうものをお花とかね、ね、年齢やよね、ちっちゃい頃お花なんて別に何にも思ってなかったけど、ああ花綺麗に咲いてんなって思いますもんね、思う、うん、なんでちっちゃい頃何にも思わなかったのかな。東京ディズニーランドとかの花ってめっちゃ綺麗やからね、あの花壇に植えてある花って、よく見たら、あ、ほんまにちゃんとした花や、あ、季節ごとに変わってるとかって、あそこ注目してみて、注目せえな、ディズニーランドで花ね、うん、確かに見てなかった、めっちゃ綺麗や、へ、うん、全然季節ごとに変えてたりするから、おキャラクターみたいな、絶対キャラクターみたいになるな花見よどこが東京だと綺麗ですか。目黒川じゃん。目黒川。あ、目黒川か。あそこが1位、上野とかすごいんじゃないの。あと芝公園、あ、東京タワーの下のとこは、めっちゃ大阪やったら、造幣局、造幣局か、造幣局の大阪城の蔵の通り抜けとか言ってたな大阪城とかね、うん、大阪城綺麗ね。お城も確かに綺麗ですね、うん、で広いからどこでも遊べる感じ、ね、でもね、25歳でこの人は桜見戸は綺麗やな、ちょっと感傷的になるなって思って、早い、いやでももう30とかになったら次泣くんちゃう、景色泣けてくるっていう、あ、もう秋の良さが分かってくるんやろな、夕日見て涙が出てくるとかさあ、夕日はちょっと泣きそうになる、嘘夕日はなりますよ、年齢いったらなんかそうなってくるよね、海に沈む夕日とか見ると、夕日とあの波の音があと踏切の音は、踏切の音踏切の音ないですよ、波の音何それ波の音知らないな、そんなことない、いや、波の音ってこんなもんですって、ネイキやザーじゃないわ夕日はなんで泣きそうなんの、今日が終わると思って、うん、夕日は、うん、いや、今日が終わるとかじゃないよ、過ぎゆく季節を、もう単純にその、うん、綺麗やなって、切ない気持ちにさせるじゃないえ、夕日というものだって、いつもここからさんのネタも最後悲しい時、夕日が沈んだ時で終わるじゃんあれってやっぱちょっと悲しいのよ悲しい時なんだよあれは なんで悲しい、ありがとう、はなんで悲しいのかを聞いてんの、理由なんてないよ赤じゃないの、日昇るのにまたちょっとまた日昇るやろ、まただって桜を見たら、うん、なんで悲しくなるんでしょうねっていうのも理由なんてないでしょ、でもそれは季節の移り変わりとか、あ、1年またこれ経ってんだとかさ、感じるものあるじゃん、うん、え、それで泣いてんのみんな、いや、みんな別に桜見て泣いてないと思うけど、うん、でもなんとなくその1年の経過を感じたりとかするじゃん、うん、俺はそれよりはなんか別れの季節とか、うん、そういうことを思い出して泣いてん、出来事をね、じゃないかなと思う、前の年のとか何年前のとかがフラッシュバックするのかもしれないけど、夕日はなんで振られた、理由なんてないっすねだろ同じこと聞くんじゃねえよ、すげえなとか、桜でもいい理由あったじゃん、自然すげえなじゃん、じゃあ勇敢が来てもちょっと泣けてくる勇敢は泣かないけど、うん、俺5時になったらてーんてーんてーん、あれ泣きそうだよ、あれ泣きそうだよ俺あのお笑いやってる時に、うん、あ、始めた時バイトしてただ家帰って時あの曲かかったらもう死にそうになってる今日も一日終わって、今日も一日終わっちゃうかもしれない、それはそういう理由だった、それ悲しい思い出があるじゃん、何の成果もない、そう、今日はあの成果もない夕日もそれ、夕日は理由ないって言ってんだお前なんで夕日だけ、理由見に行ってみろよ、泣くから、お前夕日だけ理由ないのようるさいんだよお前さっきからよ、あとほらなんか歌とかにもさ、昔悲しい歌とか聞いても何とも思えへんかったのに、うん、ちょっとなんか歌で泣けたりとかするやん、あー確かに、うん、英語のわからん歌でもなんかちょっと流れてたらちょっとうわってくる、確かにリップスライムさんの歌とか聞いてると、うん、昔一人でパチスロ行ってた時すごい思い出すんですよなんで聞きながら行ってたから何してんだ俺ってそうそうそう、またお金なくなったとかって思ってたなっていうのがフラッシュバックしたんです、その音楽聞くとちぎって泣いちゃうんだそれとつなげてやんなよリップスライムあとまあ彼女と初めて聞いた曲とかは思い出しますね、昔のその彼女のこととか、なるほどね、音楽確かにあるよな、うん、あるある、うん、あるさよねとか、私はインスト、いわゆる歌詞とか、うん、歌じゃない曲とかでももうやばいっ
ってなりますね。あ、そうなんや。どんな曲？クラシックとかでも。クラシック、クラシック聴いて泣くの？泣けます。なんで？もうわかんない。その、ね、やっぱ、あ、曲っていうか、なんか最近だとフィギュアとかでもその使ってる曲とかを、ね、あ、いいなって思って買って聴いてたら、なんかその曲にもやっぱタイトルがあって、うん、なんか物語がある感じとかが、うん、勝手に自分で全部作り上げて、うん、泣きたくね。泣けます。お、感受性が豊かなよね。すごいね、うん、カップラーメン食べながら辛いもんなしかも。それは泣けてくる違う意味で泣けます。もう訳わかんない。景色とかあるの？誰とか景色で、この子25歳、はい、あ、景色で泣くことですか？だから桜を見てちょっと泣ける、感傷的になるっていうおっしゃってんだけど、泣くことはないです。何か思い出して泣くことはないんですけど、うん、感情ないもんね。いや、あります、あります。あります。でも思い、過去を思い出して泣くっていうよりは、うん、はあ、なんかすごい綺麗って泣くことはあると思います。あ、感動、感動、そう、わーと思って涙が出てくる、うん、あ、すごいって。なんか花火見て泣く人もいるもんね。でも夕日は一日が終わるから切ないっていうのはあります。わかる、わかります。夕日泣けてくるのわかる。なんか桜だと、うん、なんかね、1年で、うん、この時期しか咲かないからちょっと切ないっていう感じなんですけど、うん、夕日は、あ、もう帰らないといけないんだなみたいな。あ、毎日その帰らないといけないが嫌だなとか寂しいなみたいな、はい、子供の頃とか、なんか夕日、夕方になるとみんなバラバラに家に帰るみたいな感じだったじゃないですか。ああいう感じをちょっと思い出すみたいな。あ、それで寂しい気持ちになっちゃうのかな、はい、6時のニュースとか泣けてくる。それはそれは6時のニュースは、うん、なんか夕飯を思い出すから。日曜日のサザエさんとか見てたら悲しくなってきちゃうやつでしょ、はい、明日から学校だみたいな。あー、でもそれあるね。あー、それはあるかもしれない。あと毎週俺これ見てんじゃんっていう、うん、はい、俺らの時代で言ったひょうきん族のさ、終わりの音楽とか流れたらもうなんか切なくて、うん、しょうがなくなる。やばいやばいって。もうちょっと大人になって、仕事なくてバイトばっかりしてて、うん、土曜日俺毎日ちびまる子ちゃん見てるじゃんとか、それも結構辛かったよな。あ、何毎日見れてんだよ。そうそうそう、毎日見れるとか毎週見れてるとか。確かにね、あったな、うん、景色ね。25歳、まあ、年齢もあるよな、ほんまに年齢やよね。いろいろつながっちゃうのよ、だ経験が、うん、もうそういう景色にいろいろ、そうか、経験が、そうそう、うん、そういうことで、だ、海外とそれをはっきり思い出せんかってもちょっとよぎるから、うん、なんかそういうことになるのかね。確かに、うん、悲しくなる、海、うん、うん、さあ、じゃあメールの宛先をダーリオお願いします。はい、メールの宛先はやるげつアットマーク mbs1179.com yarugetsu アットマーク mbs1179.com までお願いします。さあ、最後の曲いきましょうか。はい、それでは私のアルバムから一曲聴いてください。レインボーローズ。田中です。山根です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。サイネをムキンポしよう。ムキンポ このコーナーはなかなか動じない冷静なサイネをあたふたさせて感情をむき出しムキンポしようとするコーナーです。サイネさん、ぜひムキンポしてください。はい、お願いします。ラジオネームキーちゃん。やっぱり月曜日の皆さん、こんばんは。そしてさやかちゃん、先日はどうも、とっさきの母です。あー、そう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 、うん、先日家族でさやかちゃんの、小悪個別握手会っていうのかな、はい、個別握手会に参加しました。うん、みんなが気になっているとっさき伝説のとっさきボーイとさやかちゃんの再会です。うん、周りの人やさやかちゃんにとっさきボーイといつバレるかドキドキしながら家族でひっそりトレーンに並んでいました。うん、私が最初にとっさき伝説を投稿した時、有野さんがさやかちゃんに次来ても覚えてるのって聞いたら、さやかちゃんがもちろんもちろんと言っていたり、本人に聞いてみたいななどと言っていたので、とっさきボーイも少し緊張気味に並んでいました。とっさきボーイって呼んでる。そして私たち家族の順番が来た時です。いつも通りお姉ちゃんから先に握手をしてもらい、会話に聞き耳を立てていると、初めて来たん、あ、違うの、いつもありがとうと、そして
とっさきボーイの順番が来ました。とっさきボーイはさやかちゃんにとっさき話を聞かれると思い緊張からか構えてしまい一言も喋れず、うん、あらあら。するとさやかちゃんが髪型おしゃれかわいい、あれあれれ気づいてない、とっさきボーイもそのまましれっと握手を済ませました。気づかないねとパパ、気づかれ聞かれなかったと嬉しそうな息子、結局最後まで気づかれなかったので私が去り際にとっさきボーイでしたと言うとさやかちゃんがあそうやんねと割とデカめの声で言っていました。へたくさんの人と握手するから覚えていなくても仕方がないですよねさやかちゃん。しかしまだこの先何回か握手会が確定しているので、彼に真実を聞くとっさきチャンスはまだあります。次の握手会の時もよろしくお願いします。ちなみに防災とのとっさき話の再生回数がもう少しで300万回です。へーめっちゃ行く、うん、これは知ってたのとっさきボーイだって。はい、あの順番いつも並ぶ順番と違うかったのもあるかもしれないです、うん、並ぶ順番とかあります。なんかいつもこう同じ人同士で来てくれたりとかして順番が違ったりとかしたら あーみたいな。あーじゃあお姉ちゃんが先じゃなかったいつも。そうですね、お母さんとかでも最後の最後に来てあーみたいな言われてからで一致しました。記憶が髪型変えたりとかしてるしね。子供そんなに顔変わらない。子供も結構多いんでしょ。そうですね、うん、結構親子も多いです、うん、親子が多いから、うんうんうん、次回はじゃあ見せる見せない来たらなんて言うの。見えないです。次来たらなんて言うえでもなんか言った気がするんですよね。 お母さんには本当に見たんですか、はい、いや見えてないですよねみたいな。あ絶対見えないですよみたいな。ニヤニヤニヤってしてかえられたのかな。誰がですか。その本当は見えてないですよねって言ったまま、はい、終わりでしょ、剥がしでしょ、はい、返事聞かれへんままでしょ。そうですね、次会うまで、うん、聞けないね。でもまだ来てくれるみたいですよ。いつやろう、うん、真実はとっさきボーイしか知らんからな。お母さんは知らないもんね。私が知ってますよ。でも子供は嘘つけへんやろ。そんなとことっさき見えてないよって言ったら、うん、その子の夢を、うん、消すことになっちゃうね。じゃあなんて言ってあげたらいいんですか。ヘイボーイ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 。なと。とっさき否定したらかわいそうなんですよね。うん。だからとっさき、君だけ見したんだよっていう方が喜ばれると思う。色はみんなに言わないでねとか。色はみんなに言わないで。その方が俺はいいと思う。見たということにしといてあげても良さそうだね。うん、なんか子供の夢だから。俺はあえてさやねは言わへんかったんかなと思って、その手紙見、ね、た時にね、うん、男の子の気持ちを考えて、うん、恥ずかしいわけや年頃というかさ、ね、か5歳でも聞かれなくて嬉しかったみたいな。そうそう嬉しかったから、うん、最初あえてさやねは聞かへんかったかな、うん、ずっとそう喋らなかったんですよ、うん、だから一方的にずっと話しかけてたんですけど、うん、あ恥ずかしいやん、なんか自分エロいかもしれへんとかって思うのって、まあね、じゃあ次もしまた喋らずに来てくれた時に私からその話題を振るのはじゃあ良くないですかね。どうなん、ちっちゃいちびっことしたらなんかちょっと俺は恥ずかしいかな。とさきボーイ側からしたら内緒だよって言って教えてるからね、うん、最初は。あー、まあ、言うのはあんまり良くないのかもね。じゃあもういいですね、この話は。だからもう無理やり見せてしまうから、ね、だからヘイボーイが言ってあげてよ。ヘイボーイ、なんでヘイボーイ、ヘイボーイ、とっさきボーイ、ヘイボーイ、とっさきボーイ。どっちだろうな、見られてたのかどうかが分かれへんもんな。見えないですよ。でも見えたって子供が言ってる。見えたとは言ってるの確実に。子供はね、もうそれがほんまにさやねが嫌だって言ったらもう握手会来た時に胸ぐら掴んで誰にも見えないよな。そんなことはしない。見えてないよな、でもいいし。怖い。うん、次です、東京在住ラジオネーム、うん、グッキー。あっぱれ月曜日の皆さんこんにちは。こんにちは。皆さんもご存知かと思いますが、今回沖縄で行われる AKB 選抜総選挙にさやねは参加しません、うん、正直指原さんを超えられるのはさやねしかいないと思っていたので残念な気持ちはあります、うん、そして今回ふーちゃんこと矢倉風子さんも不参加、うん、えくしくも田中さんが投票したお二人が不参加になってしまうという事態になりました。何してんの。今回お二人が出ないのは田中の呪いなのでは、飛んでしまうのは自分だけでしょうかということです。なんでなんでどっちも出ないの。はい、まあまあでも出ないのはもうそれぞれなので、うん、理由が違う、うん、そうやの、はい、なんで矢倉風子ちゃん出ないの。風ちゃんも風ちゃんの理由が多分あんねや、うん、理由は言うもんでもないみたいなことや。まあそれぞれですね、 それも言う人もおるしってことや。それでも言ってない。
まあ、言ってますでも私は普通に。なんで？なんで？去年が最後って言ったのでっていう。あ、もう言ってたな。あ、はい、そうなんだ。じゃあそれ普通だね、はい、うん、でも勢い乗ってんじゃん、うん、年末のさ、うん、紅白で1位でさ、うん、うん、去年ああ言ったけど今いけそうだなって言って急遽出るでもよかったじゃん。いや、それもでも正直あったんですけど、やっぱり、うん、この流れを止めちゃうのももったいのがもったいないかなみたいな、うん、まあ、でもやっぱあれはあれでやっぱ選挙は選挙だしなっていう別もやもんね、なるほどね、あるし、やっぱ選抜から選抜に新しく NMB から出てほしいなっていう気持ちもありますね。でもあ、もしかしたら自分の票が流れてくれるかもってことや。ああ、そうかそうか、グループの方にね。確かに。じゃあ誰が今一番上に行きそうなの NMB？ でも、うん、前回とかの結果とかからしたらミルルンが一番近いとこにいます。じゃあミルルンに田中は投票するってことになってくるよ。どうなんですかね、どうですか、うん、田中さん、誰にしようかな。でもこの間来たあのリリポンにはあの、はい、パンツを揉むって話してた。パンツを揉んで44位からな。リリポン、そうね、うん、リリポンにしようかな。リリポンはめちゃくちゃ選挙に対して今、うん、モチベーション高いですから。あ、そう、もうどんな手使ってでもみたいな感じがあったから、もみがみ様にぜひお願いしたい。めちゃめちゃボンスパンツを揉ましてくれんだって。へ、うん、って言ってるけど、ちょっと止めてあげて。なんだったら向こうから懇願してきたことや。もうやめてください。なんでね、だってそれがジャンプアップにつながるんだよ。廃品も、廃品もな、受け取る、うん、そうそう、受け取ってください言うて。廃品、うん、だから、まあ、履いてたパンツを、ね、もう履かないパンツを代わりにその奉納してもいいんだよ。実はサービス始めたの。下取り、下取りサービス、下取りも始めたっていうことを言ったら、ぜひぜひ無料サービス。そう、ぜひぜひ。どうなってんの NMB？ リリカだけはちょっと変なんで。でも15位以内には確実に入れるから、うんうん、15位以内って選抜ですよ。そうそうよ。え、もみがみさん、もみがみさんなら全然いけるよ。でもそれで入れるならいいって本人が言ったんですか、うん、そう、うん、悪魔に心を打ったんですよ。マジっすか。じゃあパンツと引き換えに。それはもう私からもお願いしたい。確実に入れますから。それは神社には巫女さんがおるけど、こっちのもみがみさんには四股様しかおれんから。はい、笑いません。四股様も、なんすか四股様。やりますから、四股様の。でも絶対今まで結果が出なかったことなんてないから。うん、本当ですか。確実な結果が、確実に上げる。須田あかり一家しかないと思うんだけど。須田あかりを7位に入れたんですよ。じゃあもうそれは終わったと思われてた。18位に転落した須田あかりを7に入れたんですよ我々。この結果を見て、なんで揉ませていただけないんですか。なぜ AKB の皆さん我々に頼ってこない、頼ってこないのでしょうか。年目全員来てもいいぐらい。なぜ行列を作らないのでしょうか。さやねはもう選挙不参加、それでいいからパンツだけ揉ませてあげる。それ一番おかしいんですか。それはね、揉みたい、揉みたい、揉みたい。あと下取りをしたい。絶対もうラジオ中無視です。絶対何もしないし、捨てるだけだからさ、引き取っても、引き取っても、そう、そういう対談はしますけど、前と後ろに対談する分けてで、浜口さんと俺で半分半分で管理しとくっていうだけ。絶対何もしない。いいんですよ、誰よも、うん、誰よもいいよ、揉んでもらうぐらい、意味でもないけど、特別に、特別ですよ、特別ですよ。本当ですか。勝負したい時ね、なんか勝負したい時ね。いや、来ないですよ、勝負したい時。勝負したい時あるでしょ、写真集。これは絶対見たいという写真集の前に、主演の映画とか、うん、ガーン決まりました、絶対ヒット飛ばしたい、うん、もうあらにもすがりたい、うん、もみがみ様に、もみがみ様にパンツを持って、パンツを持ってこなくていいよ、パンツは俺らが買ってる、買うから。で、もんで、それを履くだけだから、そう、何の煩わしい。あ、でも私そういえば、うん、なんか一枚パンツもらったやつありますよ。あ、そうよ、あ、そうね、あげたよね、最初、うん、なんかそう、ティーバッグ持ってます。うん。なんで履かないの、なんで履かないの。履いてきた時ある？あれ揉んだんだったっけ。あれは揉んでないね。揉まないと。一回持ってきて揉む。で、勝負ごとの時にいつでも履けるようにするから。そうやね。うん、ね、運動靴をこう柔らかくするような感じ。そうそう、グローブとか。グローブはしないからそれ。怪我しないように、ね。無駄な締め付けがなくなるから。そうそうそう。肌にストレス感じさせんから。そう。
じゃあリリポに早く持ってこさせてね、パン。言っときます。言っといてください。あ、ええの？リリカがいいなら。止めないとリーダーズ。話が違うってなると思いますが。あれ？以上です。ダーリオ、宛先お願いします。はい、このコーナーではさやねを無金庫できそうなメールをお待ちしています。メールアドレスはやるげつアットマーク mbs1179.com。たくさんの無金庫なメールをお待ちしています。NMB48 の山本彩香です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。高2男子のお願い聞いてあげる。自称高2男子が言ってもらいたいセリフをエロいお姉さんダーリオが心を込めてセリフを言います。それでは早速参りましょう。最初、東大阪市のペンネームルーム335さんの作品、お花見をしているダーリオがつぶやいています。この花びらピンク色ですごく綺麗。もういいね、桜ですかね。うん、桜だな。いいじゃない。いいじゃない。いいんだけどもね。うん、尼崎市のラジオネームつかしんさんの作品、ダーリオさんにツンデレっぽく言われたいです。勘違いするなよ。好きなわけないだろ。って嘘かも。あ、ね、ちょっと難しかったですよ。ちょっと難しかったですね。東京都品川区ペンネーム逆流坂上がりさんの作品、ダーリオに悲しげに言われたいです。私たちデートするのはいつも夜ばかりだね。ああ切ないな。切ないね。切ない、うん、昼だとはっきり顔が見えちゃうからさ。うん、お前らが言うなよ。神奈川県ペンネーム検証ははがきが命さんの作品、牛丼の好みを聞かれた時のダーリオの一言です。私いつもつゆだくなの。うわいいね。これも本当にいつもつゆだくです。ダーリオはいつもつゆだく、絶対つゆだく、ダクダクだ。牛丼ね、ダクダクでしょ。つゆだくのダクダクね、はい、ダクダクもあんのよ。本当ですか。うん、もっとダクダクにできる。へやって、もっとダクダク。神戸市ペネームおっぱい山さんの作品、ダーリオにからかわれながら言われたいです。裸の男の人たちが集まってつついています。中には大きいものや小さいものもあって、お口に入れると体が熱くなって、思わずもっとちょうだいって言いたくなる、地で始まるものってなんだ。久しぶりだけど、てっちゃんわかる？生でしょ今日、ね、生ですよ、生ですよ、やばいですよ、言っていいの？ブーブー、またやらしいこと考えてたでしょう。やらしいよ。答えはちゃんこ、ちゃんこ鍋でした。あ、はい、口に入れると熱くなるんで。熱くなるね。もう一個あるよ。ないよ。東京都ペンネーム頑張れベンガルズさんの作品、今年の開幕試合終了後、さやねえに言ってほしいです。放送席、放送席、今日のヒーローは8回1失点11奪三振の回答を見せてくれました、メッセンジャー投手です。そうなの、さやねえのだけど、よくあったね。メッセンジャー好きなの？メッセンジャー好きなの？いろいろ好きですよ。以上です。宛先をダーリオお願いします。はい、宛先はやるげつアットマーク mbs1179.com、 高2男子のお願い聞いてあげるのコーナーまでお送りください。はい、うん、さあエンディングでございます。はい、もうね、このメンバーでこの座組でやるのはもう本当に、はい、あと数分でございます。わ、じゃあ最後にてっちゃん告知お願いできますか。はい、今週末ですね、はい、8日9日東京ドームでラルクアンシエルライブあります。おお、今週末、今週末だ、はい、やばい、ベース教室やばい、本当に。そして、4月の28日には僕が徹夜ソロライブもありますので、うわ、お忙しいですか。 EX シアター六本木、ほんまこっちのリハもやらなあかん。ベース弾いてる場合ちゃうわ。いやいや、ベースは弾いてる場合や。こちらの方もよろしくお願いします。お願いします。今週やったんや、ね、はい、さあ、そしてスタッフから今お知らせが来ました。はい、あっぱれ月曜日、卒業するのは、うん、てっちゃんとアンガールズです。なんで、なんで、今お知らせが来ました。うわ、ありえないんだけど、神様解散やん。あ、なんで、なんで、神様解散。てっちゃん、卒業するにあたってあともう1分ちょいですけども、何かリスナーにメッセージを。1年ですか、
1年ですね、ちょうど、はい、いやーよく頑張った俺眠い中よく頑張ってる、よく寝てましたけどほんま寝てるって書いてある、なんかほんと寂しいっすね寂しいっすね、何や、俺だけやと思ってたのに、アンガールズもです、僕らも、はい、お二人2ともです、月曜日寂しくなりますね、いやちょっと、まあなんで、頼むからさよね、とっさけだけ見して移動する前にもう見してあげて、頼む引っ張り出して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 山根出しちゃってくれ、よし自分だよ、よしじゃねえ、いつでも見れるわ一番ダメなやつよ、よしって乗っかった、近いからとっさけ、そうか、あじゃあ寂しいですね、引っ越しになる可能性もあるってことですか、その間もちろんそういうケースもありますし、どうなるか分かんないですけども、新しいメンバーで来週になったら分かると思う、そうですね、来週から来るんだ、そうですね、そうか、意外にアンガールズもう一回おったりとかね、あそういうパターンもあるんですよ、ありましたね、ありましたね、言っといているじゃん、あるらしいですよ、あるある、楽しみにしておいてください、さあそれではお別れの時間です、この後は AKB48 横山にあっぱれ横山任せてくださいです、今夜のお相手は横野浜口と、ありがとう、アンガールズ山根と、アンガールズ田中と、ラルクアンシエル哲也と、内田理央と、 NMB48 の山本彩香でした、さあ来週からのメンバー楽しみにしておいてください、それではさようなら、さようなら、AKB48 横山由依あっぱれ横山任せてください、ここからの時間は私横山由依が任されました、今日も自由にまっすぐにお送りします、本当にどうでもいいかもしれないんですけど、あの最近ハマっていることがあって、スターバックスコーヒーのねカスタマイズにハマってまして、私アールグレイティーが好きなんですけど、アールグレイティーラテっていうのがあって、普通はお湯で茶葉を広げるらしいんですけど、それをオールミルクっていうのに変えて、そのミルクも豆乳に変えて、でなんとシロップを抜いてもらって甘さをちょっとなくす、私アールグレイのこの香りが好きなのでちょっとうざいですかだからそのシロップを抜いてもらって飲むっていうのにハマってて、朝ねスターバックスコーヒーに行けたら、まあ、ラッキーで、まあ中午早すぎるといけないので、そしたらちょっとアンラッキーだなって思ってるという、ちょっとどうでもいいかもしれないんですけど、最近はこんな感じです。というわけで10分間お付き合いください。この時間はベストモバイルアプリケーションプロデューサー BMAP の提供でお送りします。ここの番組ではメールをね皆さんから募集してるんですけど、なかなか紹介できる機会がなかったので、今日は紹介していきたいと思います。ラジオネームなめこさんからいただきました。ゆいちゃんこんばんは。こんばんは。毎回楽しく聞いています。以前にゆいちゃんたちが主演した映画9つの窓が6月に開催されるハンブルグ日本映画祭に招待作品として上映されることが発表されましたね。おめでとうございます。レッドカーペットを歩けるといいですね。上映されることについて、撮影時の思い出について聞かせてください。そうなんですよ、 AKB48 グループのメンバー9人が主演させていただいた映画、9つの作品が集まって9つの窓っていう一つの作品になってるんですけど、10分間の物語が9個っていう、その映画がですね6月にドイツのハンブルグで行われる映画祭に招待作品として上映されることになったんですよ。やった、ありがとうございます。びっくりですよね。私自身映画の主演っていうのは初めて、今回のこの9つの窓の中の漁船の光っていう作品でやらせてもらったんですけど、私 NMB48 を兼任してたことがあって、その時に芸人っていう作品があって、芸人の映画版みたいなので沖縄国際映画祭のレッドカーペットを確か1回歩かせてもらったことがあるんですけど、本当に海外でね、こう映画祭っていうと、これレッドカーペットとかなんですかね、なんなんでしょう、そこら辺全く分かんないんですけど、でも本当にすごい光栄なことですよね。嬉しいですね。うん。撮影時はこれ愛媛県松山でとかで撮影したんですけど、話の内容説明すると、私は漁師さんと結婚したんですよ。
で、まあ、そこに帰ってきた爽やかな男の子の役が大野拓郎さんなんですけど、でなんかその気持ちが揺れ動くみたいな感じのお話で、まあ、10分なので展開とか割とちゃんと早かったりするんですけど、そのね、大野拓郎さんとのシーンも結構あったので、大野さんが多分昔にすごく仲良くて、で僕の方が年上で、で妹みたいな感じで昔遊んでたりとかしてたんだけど、お互い好きでみたいな、その設定をね細かくなんかお話ししてくださって、で私もああそうだなって思ったので、その話し合った設定で撮影に挑ませていただいたんですけど、なんかやっぱり台本に書かれてないところもこうやって考えて、こういうことでこうなんだな、だからこのセリフなんだなとか、こういう言葉を言うんだなっていうのを考えられてるのが本当にすごくて尊敬しましたね。でなんかその撮影の時にすっごい大雨が降ってきて、その日晴れの日っていう設定やったのに雨が降ってきたからもうどうしようって、で全然止まないし、もう今日は撮れないかもねみたいなぐらい降ってたんですよ。でもこう傘を差したシーンにしようってなって、傘を差したシーンにしたんですけど、そしたらその出来上がりを見たら、傘を差して雨が降ってることによって意味深なシーンに仕上がってるというか、それもなんか久しぶりに幼馴染と会うシーンがたまたま雨が降ってたので、あ、自然となんかお話がこうぴったりあったなっていう感じで、はあすごいなって思って、あとはなんか恋人岬って言って、すごく海とか山とかが見えるような綺麗なところでの撮影もあったんですけど、そこの前のシーンがその大雨やったんですよ。でそこの恋人岬について記者発表があるってなった時に、そこに行った瞬間カラッと晴れて、なんか大野さんと爽やかな写真が撮れてでシーンもそこでその後撮影やったので晴れた状態で撮れて、景色が綺麗な景色もあるし、雨の愛媛も見れるしっていうところで、日本だけじゃなくて海外の方にも見ていただけるっていうのは本当に嬉しいですし、綺麗な景色だったりとか見ていただけるかなと思うので、すごい楽しみですね。なんかそこのね、2人でお話しするシーンみたいなのがあったんですけど、その時は本当に声が入らないから何話してもいいよみたいな感じで、何話してたかな、あ、その海が見えたんで、海のところでなんか乗り物に乗ってる人がいて、船からロープが出てて、そこになんかブーンってこういう、あ、そっか、これメール読んでるんでしたよね、そうやった、ちょっと待って、一通しか読めないですかこれ、すいません、そうやった、ちょっとメール紹介しますって言って本当にすいません、そうやわ、やってしまいましたね。はい、じゃあちょっと行ってみますね。なんか私この間豆腐プロレスの撮影を最近よくしてるので、その豆腐プロレスの空き時間とかに何かできる遊びみたいなのがないかって、メンバーとできる遊びみたいなのないかな、教えてくださいって言ったんですけど、そしたらタカちゃんが教えてくれました。以前の放送で豆腐プロレスの撮影の合間にできることを教えてと言ったので、僕が友達とよくやっているゲームをお教えします。スマホさえあればできます。アプリをダウンロードする必要もありません。名付けてウィキペディアスゴロク。ルール1、まずスタートとゴールの単語を自由に決めます。例えば今回はスタートをロールキャベツ、ゴールをサッカーにします。ルール2、ウィキペディアでスタートの単語のページを開きます。今回はロールキャベツのページ。ルール3、そのページのウィキペディア内のリンクを踏んで別のページに飛びます。ルール4、同じようにどんどんリンクで飛んでいき、ゴールの単語のページを目指します。ルール5、リンクで飛んだ回数が少なく、ゴールした人の勝ちです。わかりましたか？ちなみにロールキャベツからサッカーまでは僕は3回で行けました。ということで、これさっきねちょっとやってみたんですけど、あのプロレスから AKB48 に行けるかってやってみたんですね。まずプロレスのページに行って、そしたら女子プロレスかなと思ったので、女子プロレスっていうところに飛びました。そこになんと女子プロレスを題材にした作品という欄があって、もうこれはもういけるだろうと思って、そこからの豆腐プロレスっていうのがありましたので、そこから AKB48 っていう風に、これ4つでいけましたね。これは面白いかもですね。しかもこれ対決にしたら面白いですね。じゃあ今度の豆腐プロレスの空き時間やってみたいと思います。はい、ということでまたですね、皆さんからメールも紹介していきたいと思いますので、メールお待ちしています。
メールアドレスはまかせてアットマーク mbs1179.com です。 AKB48 の横山由依でした。また来週。